どうも、ヴィーナスです。チャンネル登録よろしくね。今回の動画はですね、ですね、よいしょ、こちらになります。なんでしょう。ちょっと自分もよくわかんないですけど、三輪バイク、三輪車ですね。こういうちょっとね、よくわからないものも、うちの動画で扱っていこうと思っております。ということでですね、いろいろとですね、知らないままですね、見てみようかなと。ということで、行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、何から触れてけばいいのかな。ちょっとね、見た目がね、バイクのようなんだけど、後ろがね、タイヤが2つついてるのね。ね。一応名前があるみたいで、トライクっていう名前の三輪車らしいですけど、オート三輪ですね。まあ、スクーターと何が違うかっていう部分ですよね。いろいろとあるんだけど、まあ、ちょっと分かる範囲から。これがサイドブレーキか。こっちがサイドブレーキで、これは後輪のブレーキ。後輪のブレーキ。で、まあ、アクセル。で、これが前輪のブレーキと。まあ、エンジンなんで、ガソリンでしょうね。ガソリンなんだから、急行がね、こうやってある感じで。で、一応パッセンジャーね、方向指示器。と、あと、ヘッドライトもあるっていう感じですかね。これは回らないのか。回らなくて、で、ヘッドライトがあって、で、サスペンション、あり。ブレーキがディスクブレーキ、後ろもディスクブレーキだね。そんなぐらいですね、今のところがあるの。あのねギアがついてる、前進と後進で、あとね、ニュートラルがついてるっていうことで、まあ前進をするためのギアミッションじゃなくて、前後が、できると。ちょっとね、じゃあ実際に、どんな操作すれば動くかということで、まずまあ、あのね、三輪車だからヘルメットはいらないみたいなんだけど、ただね、体自体が出ちゃってるから、まあ安全のためにね、ヘルメットはした方がいいと思うんだけど、そのヘルメットを入れるためのね、メットインがある。で、あとはね、ちょっとどんな操作なのか、実際運転してみないとわかんないんで、運転してみましょう。とりあえず、このタイプはね、法律上ヘルメットはつけなくていいっていうことなので、ヘルメットをつけずに、試乗してみたいと思います。ヴィーナスこれなり TV。 はい、ということでですね、この感じの乗り味はね、ちょっとよくわからない、乗り物でした。ということで以上になります。ありがとうございました。